高速増殖どうもゆっくりマリサだぜ。今日はお好み焼きは関西風か広島風かって話をしようと思うぜ。あ、でもそもそも何々風ってのが良くないかもしれない。いやマリサ、この流れ絶対高速増殖典型ロマンジュの回じゃん。お、霊夢、なんかの呪文かと思ってたぜ。なんかこの言葉を10回言うと発電できるって話で。ってそんなわけあるかい。なんだよ。いや、仕事で失敗したらまずは隠蔽しろって先輩から言われていてね。それで高速増殖原型ロモンジュナトリウムロウェイ、隠蔽の過去に迫れってか。どんなものだったっけ。高速増殖原型ロモンジュは世界の先駆けとなる先進的な技術として運転が開始された。しかし、それは1995年12月8日のことだった。扱いが難しいとされる金属ナトリウムが漏洩して火災が起こった。この漏洩事故は国際原子力事象評価ではレベル1と判定されたものの、事故への対応の遅れや動力炉、核燃料開発事業団による事故隠しが問題となり、いろいろ失敗から学んでおきましょう。その通りだな。それじゃあ今回はカタツムリの政治家に、隠蔽、と、忖度、を教え込んだこの私がわかりやすく解説していくとするぜ。お願い、します。ユーコリポートズチャンネル。まずはモンジュについて知っておく必要があるな。海外からは、エネルギー資源において貴重な存在だった、なんて言われてたのよね。昨年2020年頃に第4世代ナトリウム冷却高速炉の運転開始を目指したフランスと、2025年頃の高速増殖炉の実証炉の実現化を目指した日本にとって、モンジュは世界の先駆けと期待されていたんだ。正式名称は、高速増殖原型炉モンジュ、いわゆる原子力発電所だよね。これからの解説ではわかりやすいように、モンジュ、にしましょう。高速増殖原型炉って簡単に言うと、発電しながら消費した以上の燃料を生成できる原子炉のことだぜ。発電しながら原子燃料、すなわちプルトニウムを生成することができるんだぜ。だからモンジュは、エネルギー資源の少ない日本にとっては、問題解決の糸口だったってわけね。モンジュの仕組みはこうだ。使用済み燃料の中のウランに高速の中性子を衝突させて、プルトニウムに変化させる。つまり稼働すればするほどプルトニウムが増えていくってわけなんだぜ。だから名前に、増殖、ってついてるのね。でも、そもそもの仕組みは火力発電所と同じなのよね。そうそう、沸騰した水から発生する蒸気を羽根車に吹きつけて発電機を回しているんだぜ。水を沸騰させるために核分裂を用いて、蒸気を冷却して水に戻すというサイクルを繰り返していたんだ。そういえばモンジュって、ちょうどバブル期に設置されたって聞いたんだけど。モンジュはバブル初期の1985年10月25日福井県敦賀市に工事を着工させた。建設費を含めた研究開発事業費はなんと1兆410億円とも言われている。さすがはバブル経済、とんでもない金額ね。燃料交換は約6ヶ月ごとで、燃料交換方式は単回転固定アーム方式。熱効率は 39% にも及ぶ。それでいて冷却剤には液体金属ナトリウムが使用されていたんだぜ。冷やすにはどのくらいの温度が必要なんだっけ？原子炉入り口冷却剤温度397度で原子炉出口冷却剤温度は529度なんだぜ。冷やすのに500度も必要だなんて、人が気が付いたら確実に死ぬわね。燃料集合体は198本で燃料増殖比は約 120% だぜ。燃料集合体って、原子炉で使用される核燃料の最小単位のことよね。原子炉格納容器は構成格納容器だったと言われている。ねえマリサ、そういえば、モンジュを手掛けた製造メーカーってあの有名な大企業なのよね。おお、よく知ってたな。日立製作所、東芝、三菱重工業、富士電機が協力して作り上げたんだぜ。でも実際に稼働したのは22年間のうち250日だけだったってことも知ってるわ。稼働日数に対する費用についてもブーイングの嵐だったんだとか。まあ、モンジュにも明確な目的はあったわけだ。モンジュの設計や建設、稼働の経験を通じて、高速増殖炉の性能に対する信頼性、安全性を実証するために作られたんだ。さらに発生する中性子を利用した核変換技術の研究の場としても期待されていたんだぜ。核変換技術？なんだか怖いんだけど。そうだよな。モンジュは核燃料サイクルの計画の一環で、新型転換炉復元とともに開発が進められていた。当時の日本政府は高速炉開発を、国家プロジェクト、と位置づけていたとも言われるんだ。国際的にも高速炉をはじめとした第4世代原子炉の研究開発において、主導的な役割を果たしているとされた。要するに、モンジュは国家プロジェクトにおける核燃料計画の中心だったってわけね。2011年時点では、モンジュによって得られたデータを元にして、高速増殖炉開発の次の段階となる実証炉の設計が行われているんだぜ。さっきマリサが言ってたけど、モンジュって冷却剤に金属ナトリウムが使われてたのよね。
でもナトリウム特に取り扱いが難しいって聞いたんだけど、実際どうなの？そうなんだ。文殊の冷却剤である金属ナトリウムは、常に200度以上の高温で運用されている。だが空気中の酸素に触れるだけで自然に発火するため、取り扱いにあたっては非常に注意する必要がある。これ、かなりリスキーじゃない？そうなんだ。不幸なことにその扱いにくいナトリウムが外に漏れちまったんだぜ。事件は1995年12月8日、二次冷却系で温度計の破損によって金属ナトリウムが漏洩して火災が起こった。事故が起こった当日、文殊では運転開始前の点検のための出力上昇の試験が行われたんだ。その後目標の熱出力 43% を目指して、出力を徐々に上げていたところで事故が起きた。なぜそんな事件が？事件の経緯はこうだ。当日の19時47分、二次冷却系配管室で配管のナトリウム温度計がわずかに低下したが、その後200度前後まで急低下した後に480度まで復帰したんだ。この後すぐに、温度高、を示した。メモリは通常480度のところを600度まで振り切っていて。それじゃ、実際何度になっているかわからないじゃないの。その後、火災報知器が2箇所発砲され、ナトリウム漏洩を知らせる警報が発砲された。当時の運転員は二次主冷却系配管室で燃やっている程度の煙を確認した。その後も火災警報の範囲は広がり、ついには階を越えて発砲を始めたんだ。その場にいたらパニックになりそう？20時、火災警報器が14箇所発砲した時点で運転員たちは異常時運転手順守、二次主冷却系のナトリウム漏洩に従い原子炉の停止を決定、原子炉の出力を徐々に落とし始めたってわけだぜ。火事にはなったけど、火災による犠牲者が出なかったのよね。それだけは救いね。原因は何だったのかしら？事故から1ヶ月後、1996年1月8日、前夜から行われていた漏洩箇所の X 線撮影によってナトリウム漏洩の明確な原因が明らかになったぜ。原因は簡単に言えば設計ミスだったようなんだ。人災だったってことなの？そうとも言える。それまで最も有力だったのは、ナトリウムの温度を測定する熱伝追温度計の収めてある、鞘、と配管の接合部の破損であった。鞘？ナトリウムの流れる配管の中に棒状に突出していて、温度計を保護する役割を果たしているやつだな。この、鞘、は頑丈だったから、ナトリウムの有速程度の機械的負荷で欠損するとは考えにくかったんだ。破損箇所で考えられるものって普通接合箇所とかってイメージだったわ。ある新聞報道によれば、ある納入業者の店主が、ナトリウム冷却装置の肉厚が均等すぎる、と言って、早期に装置の破断が起きるのを警告していたんだ。温度計を装着するために穴を開けて貫通した部分の肉厚をそれ以外よりも分厚くしないと、破損事故が起きるのは間違いない。なんて指摘をしていたんだぜ。零細企業の店主の意見はその後も、全く採用されることもなかったらしいぜ。聞いておけばよかったのに。だが、X 線写真によれば、鞘の先端は途中のくびれ部分から完全に折れていて、中の温度計は45度ほど折れ曲がった状態で管内にむき出しになっていたんだ。日本原子力研究所が詳細を調べたところ、ナトリウムの継続的な流れによって、鞘に振動が発生し徐々に強度が衰えたことが原因だと判明した。でも、火災報知器が作動したおかげで早急に対応できたのは良かったわよね。火災報知器が広範囲で発砲した理由としては、ファン付きの換気ダクトによって白煙の拡大を招いていたからだった。直径60センチのナトリウム管路の下方に、直径90センチの換気ダクトがある。事故当時、換気ダクトのファンは作動したままになっていたんだ。原子炉停止後、ナトリウムの抜き取り作業が進んで、ナトリウム液が下がったところでようやく自動停止したのよね。それだけじゃないぞ、管路周辺にスプレー状にナトリウムが飛散していたんだぜ。どういうこと？高速増殖炉では金属ナトリウムは加圧されていないため、スプレー状に飛散するほどには勢いよく噴出しないんだ。しかも、問題の配管は全て保温材で覆われていて、仮に管内が多少加圧されていても、スプレー状の飛散には至らない計算になっていたんだ。だが調査の結果、換気ダクトのファンに付着したナトリウムが遠心力で周囲に飛散していたことが分かった。緊急停止をなぜしなかったのかしら？事故発生直後、運転員は、緩やかな出力降下による原子炉停止、を行っていたのよね。これは完全に運転マニュアル違反だったみたいだな。マニュアルには、火災警報が発砲した場合には直ちに、原子炉を、緊急停止、するように記載されていたっていうしな。この漏洩事故は国際原子力事象評価ではレベル1と判定されたものの、事故への対応の遅れや動力炉、核燃料開発事業団による事故隠しが問題となったんだぜ。事故は起きるときは起きてしまう。危機管理能力も問われるけど、今回は事故に関する隠蔽問題が。
今回のナトリウム漏洩事故を受けて同年の総務部次長だった西村茂雄は内部調査チーム員として活動していた。だが、ある日突然ホテルで不可解な死を遂げたんだ。最初は転落自殺だと発表されていたあの方ね。ああ、ビルから転落したんだ。だが西村の死に妻敏子さんが次第に不信感を抱くようになった。そのきっかけは、その後の同年側の対応の異様さだったと言われているぜ。どういうことかしら。夫の死について同年に説明を求めても、情報提供もなく、会社にあったはずの遺品も返してくれず、逆に動向を探るような対応ばかりだったんだぜ。遺書の内容や遺体の状況にも不審な点が多ければ、これはおかしいな、って思い始めるわよね。また、発表された遺書が改ざんされていたんだ。死亡当日の1996年1月13日の記者会見。1996年1月13日午後、当時の同年理事長大石博が会見で遺書を読み上げた。ところが、その内容が改ざんされていたんだ。日本でもこんなことがあるのね。原文では、私の管理から理事長や役職員に多大の迷惑、むしろ本当の嘘といった体質論に反転させかねない事態を引き起こす恐れを生じさせてしまった。だが理事長によって読み上げられたのはこうだ。私の対応のまずさから深刻な事態を引き起こす恐れを生じさせてしまった。ひどい、全然違うじゃない。本当の嘘、体質論などが削除されるなど、約10箇所以上が改ざんされていた。ビデオだけでなく、遺書までもが工作に利用されていたんだ。さらに、自殺前後の状況にも不自然な点があったぜ。なになに。西村氏は13日未明、ホテルの部屋で同年本社から5枚のファックスを受け取った直後、3通の遺書を書いて自殺したとされている。ところが、そのファックスの現物がどこにもなく、未だ行方不明なんだ。気になりますねー。妻敏子さんの訴訟の代理人の弁護士はこう語った。ファックスには、西村氏が何か重要なメッセージを書き残していたか、同年職員が西村氏に当てて何かを書き込んでいた可能性がある。西村氏を自殺へ追い詰めた叱責の言葉だったかもしれない。そんな重要な証拠が出てこないのはあまりにも奇妙だ。真相を知るのは西村さんだけなのね。死人に口なしっていうもんな。家族だったらやりきれないぜ。同年を相手取った民事訴訟が終結したが、今も敏子さんは、疑惑を消し去ることができないだろう。政府の闇を感じるわ。それだけでなく、事故の決定的な証拠であるビデオ映像の隠蔽も発覚したんだぜ。どれだけ隠したいのよ。ビデオには事故当時の映像が刻み込まれていた。だがマスコミは発表することはなかった。これぞ見事な忖度だな。そのビデオ隠蔽問題を内部調査していた担当者が西村氏だったんだぜ。ひ。こんなこと言うとあれだけど辻褄が合うわね。事件が終わっても、解決まで一筋縄とはいかなかったんだ。事故後の対応がどう出るかで決まってくる。まず、近隣住民による訴訟問題。提訴から確定まで20年もかかったのよね。20年って長すぎるよな。なんなら子供が成人しちゃうぜ。実は同年と近隣住民は文殊設立から揉めていたんだぜ。巷じゃ、文殊訴訟なんて言われてるわよね。原子炉設置許可について、1985年9月26日に近隣住民ら32人が国による設置許可を無効にすることを求めた訴訟があったが、でも結局は設置されてしまったのよねー。だけど住民たちは簡単に諦めなかった。粘ったおかげで、2003年1月27日には原子炉設置許可処分に違法な点があるとして、名古屋高等裁判所金沢支部が文殊設置許可処分が無効である判決を下したんだぜ。住民たちの勝利ね。やった。だがこの話には続きがある。その後の2005年5月30日、最高裁判所は、国の安全審査に見過ごせない籠や欠落があったとは言えず、設置許可は違法ではない、と判決を下し、国の勝訴が確定した。何それ、国に対する忖度？また、文殊の建設、運転の差し止めを求めた民事訴訟も起こっていたが、2003年に原告が訴訟を取り下げたんだ。長年頑張ってきた住民たちに一体何があったのかな？まさか脅されたりしたのかしらね。いずれの訴訟も、建設、運転の差し止めを求めた周辺住民側が敗訴したってことだな。日本でもまだまだ力のあるものだけが報われるサイクルなんだろうな。文殊西村裁判ってもしかしてさっき出てきた西村さん？そうだ、事故現場の様子を撮影したビデオテープの一部を隠したことが発覚し、当時のマスコミに追及された。ビデオ隠しが判明した時期は1995年12月25日だったのに、同年が1996年1月12日に開いた隠蔽公表の記者会見では、会見直前の1996年1月10日、なんて虚偽の発言を行ったんだぜ。それだけじゃない、この会見の翌日の1996年1月13日、ビデオ隠しの匿名内部調査員として、マスコミ報道の矢面に立たされていた同年総務部次長の遺体が発見されたんだ。それって、警察発表で自殺とされ、その後マスコミの追及は尻すぼみしてしまった。
遺族は自殺の原因を、嘘の記者会見を強要されたためであるとして、同年に対して損害賠償請求訴訟を起こしたんだが、2012年1月31日付で敗訴が決定した。正義って一体何なのかしらね。さてそんなもんじゅだが漏洩事件後、再開しても失敗続きだったんだぜ。まずは2010年8月26日、炉内中継装置を吊り上げ作業中に落下事故が起きたんだ。落下事故？日本原子力研究開発機構は、2010年10月1日、落下による影響はない、として装置の引き上げ作業を続行したが、同年の10月4日と13日、計24回の引き抜き作業を試みるもののいずれも失敗したんだぜ。素直に認めればいいのにね。その後、原子炉容器の上に機器を新設することにより2011年に装置の引き抜きに成功したぜ。しかし、続く2012年11月、日本原子力研究開発機構は保安規定に基づく機器の点検漏れが9679個あったことを原子力規制委員会に報告した。漏れすぎててくさ。こういった一連の状況から重く見た原子力規制委員会は、2013年5月13日原子炉等規制法に基づき、日本原子力研究開発機構に対してモンジュの無期限の使用停止を命じる方針を固めた。やっとモンジュの停止命令が出たのね。一安心。2013年5月17日には原子力研究開発機構理事長の鈴木敦幸が引責辞任したんだ。それに5月30日には試験運転再開準備の停止が正式に命令された。この処分に喜ぶ人も多かったんじゃない？そうだろうな。さらに2014年1月にはこの点検漏れと指摘を受けて点検計画の内容を確認中だったにもかかわらず、見直し完了を原子力機構が規制委員会に報告していたことが発覚した。2015年3月23日、日本原子力研究開発機構は2015年9月までの運転停止解除を目指して、文部科学大臣に対して、点検漏れを発生させない体制を再構築した、とする報告書を提出した。でも、またやらかしたのよね。ああ、3月2日から実施していた保安検査で、ナトリウムの流れる原子炉一次冷却系の配管に関する劣化状況の検査や、補助冷却系の配管肉圧検査に不備があったことが判明し、3月25日に公表された。漏洩事件があったのに全く懲りないわよね。管理がなってないじゃない。ここまで来ると、文殊側は悪いと思ってるのかも疑問だぜ。その他にも監視カメラ故障放置事件なんてのも発生したらしいぞ。かなり悪質よね。本当に反省してるのかしら。まあ2021年現在、文殊は廃炉になってるんだぜ。廃炉が正式決定されてから約5年経つが、未だに文殊ナトリウム漏洩事件は語り継がれているんだぜ。私たちもしっかり伝える立場として頑張らなきゃね。そうだな。隠蔽なんて良くないからくれぐれもやめておこうぜ。間違いないわね。儒に関しては少しトピック多すぎたけど。その通りだな。さて、そろそろ本題に移るぜ。あ、お好み焼きは関西風か広島風かって話、そもそも風ってつけるのもやっぱり失礼だと思うわ。まあな、うぷ主はどっちなんだろうな。そりゃもちろんお好み焼きってよりは、もんじゅだけに。もんじゅだけに、もんじゃ、とかさすがに言わないわよね、マリサ。さすがにな。赤番レベルの、もんじゃ。ご視聴ありがとうございました。